日派。好きなものは陸軍、嫌いなものは海軍。ゆっくり霊夢だよ。好きなものは海軍、嫌いなものは陸軍。ゆっくりマリサだぜ。早速だけど、今回のお題を発表したいと思うよ。今回のお題は、こちら。中毛軍、終戦後の死闘、だよ。今まで何度か、終戦後の大陸方面での戦いについて紹介してほしい、という要望があったから、今回は内蒙古における邦人引き上げについて紹介したいと思うよ。なるほど。じゃあ、まず中毛軍っていうのは何なんだぜ。中毛軍っていうのは、北支那方面軍令下の軍で、内蒙古に駐屯していた部隊のことだよ。この部隊の通称号は呉。指揮官はあの根元中将だよ。内蒙古の場所は、第一回の野門藩事件でも少し触れたけど、もう一度紹介しておくよ。赤の部分が内蒙古だね。ただ、これは内モンゴル自治区の地図だから、戦前とはちょっと違うよ。まあ大体この辺りってことが分かってくれればいいよ。さて、話を進めると、時は1945年8月14日。ソ連は突如として内蒙古に侵攻。中毛軍令下、独根2旅、通称号響き、増田中隊が蘇毛軍と交戦。ここに中毛軍とソ連軍の戦いは始まったよ。増田中隊が交戦したのは、印をつけたところだよ。実際には、内蒙古の奥地にも、特務機関と護衛隊が点在しており、いくらかが自力でここまで脱出してきたそうだよ。増田中隊は逃げ遅れの民間人を発見したため収容撤退。丸一陣地まで下がったよ。丸一陣地っていうのは、今画像に映ってる陣地のことで、独根2旅が守備していたよ。この陣地は城北からの街道両脇に布陣されていて、ここを抜かれると、後方にいる邦人4万人はすべて、ソ連軍の手に落ちてしまうことになるよ。モンゴル軍によると、45万人の中国人を動員し、最新の技術を用いて建築された地下交通壕、兵舎、食堂、軍需品貯蔵庫があったらしいよ。マジの戦かな？実際には、ただの野戦陣地にコンクリートの銃座が備えられた程度のもの、だったそうだよ。ところで、さっきから出てくる独根って何なんだぜ。独根っていうのは、独立根性旅団の略で、早い話が独立で完結した旅団ってことだよ。通常、日本軍っていうのは師団に各兵種が所属して戦闘を遂行するんだ。それで、独立根性旅団っていうのは、早い話が小型師団みたいなもので、旅団内に砲兵や歩兵、砲兵その他を持った部隊のことだよ。ついでに丸一陣地の戦力も紹介するよ。丸一陣地には独根2旅と独根8旅の一部歩兵、合わせて約2500名が守備についていたよ。装備は鹵獲迫撃砲4門、37ミリ速射砲2門、機動90式や砲2門などで、その他、一般歩兵部隊が装備する兵器が一通りあったようだよ。ただしこの部隊に限らず、中毛軍は関東軍同様、南方への戦力転出でほとんど抜け殻状態になっていたよ。丸一陣地の部隊も、現役兵はほとんどいないような状況で、おじさん部隊化してたみたいだね。ちなみに主な出身地は大阪だったらしいよ。そして8月19日、ついに丸一陣地正面にソ連軍機構部隊が出現。交戦が始まったよ。さて、ここで一度前線の話は置いておいて、上層部に話を切り替えるよ。実は、8月18日付、大陸命1385号により、大本営は即時停戦武装解除の命令を通達。19日、北支那方面軍は中毛軍に対し全軍武装解除を通達。しかし、前線の丸一陣地では軍師が攻撃され頓挫したよ。しかし、住民引き上げは18日に、半ば行使を強化するように決定しただけで、19日時点で、まだ数万人規模の邦人が残っていたよ。20日、中毛軍司令、根本博士中将は前線の状況を鑑み、交戦を決意。これは丸一陣地にも伝えられ、徹底抗戦が決まったよ。さて、前線では蘇毛と日本軍が激しく抗戦中の20日。陣地からほど近い張家口の在留邦人全員に、一時避難命令が出たよ。治安悪化のため、学校に一時避難、というような内容だったそうだよ。何を悠長なことを。ただし、これは偽の命令だったんだ。
実際には、一時避難で集まった住民は、全員そのまま貨物列車に押し込まれ、拘束されたよ。なんだ、それは。引き上げ命令を出すと、必ず荷物を持ってきてしまう。だけど、そんなことをしていたら引き上げが間に合わない、と踏んで、荷造りする時間を許さず、押し込んだんだよ。3万人を2日で移動させるには、この方法しかなかったんだ。一方その頃、前線の丸一陣地では、日本側軍士が人質に取られてしまったよ。野蛮人の集まりかな？そうだよ。ちなみに、この軍士2人は今に至るも消息不明だよ。そして22日夜には、ソ連軍が夜襲を仕掛けてきたよ。生意気だね。この日の夜は、日本軍陣地内で壮絶な白兵戦となり、結局ソ連軍は撤退。特に、増田中隊長は全身血だるまになりながら、敵8名視察など武勇を挙げたよ。この増田中隊長、城北でも撤退を突っぱねて、電話線引きちぎるような人だから、やばいね。また、他の陣地にもソ連軍が攻撃を加えたけど、どの部隊も撃退。白兵戦が繰り広げられた割に、日本側の損害は少なかったようだよ。その他、ソ連軍は、陣地西北側より包囲攻撃をする構えを見せ、20日昼頃から陣地を構築し始めたよ。これを見た日本軍は、翌21日に朝駆けを敢行、大隊砲、敵弾頭による火力支援のもと敵陣地へ突貫。これを撃滅したよ。一方、後方では八路軍による鉄道への破壊活動が多発。中央軍は必死でこれを撃退、鉄道の修理に奔走したよ。さて、21日夜、独魂二世の辻田三号の元兵、二両の破壕車がやってきたよ。破壕車？日本軍で一番生産された戦車で、軽量なことから各戦線で活躍したよ。ひどいひどいと言われるけど、軽いおかげで、どこでも進出できる歩兵の友だったよ。さて、この破壕に乗ってやってきた内藤隊員は、旅団の自給任務解除の命令を伝えたよ。かねてより撤退を起としていた辻田参謀は、闇夜に紛れて撤退を敢行。破壕2両は新狩りを務めたよ。数時間後、この2両も退却。内藤隊員は、落語兵を回収しつつ撤退したよ。ここでは面白いエピソードもあって、最後尾を交代していた第5大隊は、朝鮮人労働者200人を収容、放置してあった機関車を素人だけで動かしたらしいよ。他にも、落語兵が突然何人か追いついてきたことがあって、八路軍に助けてもらっていた、なんてこともあったそうだよ。彼らなりの戦部工作なのかな。こうして、8月27日、旅団主力はついに頂上戦にたどり着いたよ。中には、150キロを徒歩行軍した部隊もあったようだよ。この他、ソ連、外蒙軍は、北京にまで侵攻しようとしたよ。ただ、支那派遣軍が未だ全く健在で、大祖降伏の意思なしと見るや、退却したよ。こうして中蒙軍の戦いは終わったよ。敗戦の知らせを聞いても、中蒙軍では、朝鮮出身兵含め誰一人逃亡せず、頑として、陣地に踏みとどまったよ。生還者曰く、この戦いを可能にしたのは、徹底した軍規と同胞愛だったそうだよ。まさしく、帝国陸軍最後の意地と言えるんじゃないかな。さて、今回はこれでおしまいだよ。この動画を作るにあたり、日本人を守る最後の戦い、稲垣武市長、大いに参考にさせていただいたよ。詳しく知りたい人は読んでみることをお勧めするよ。恥ずかしい話だけど、ウプ主はこの本を読んでいる間、何度も泣きそうになったよ。終戦時の話はどれも涙なしには語れないね。話は変わるけど、次回は何をやろうか、悩んでいるよ。海戦系は興味なさすぎて頓挫したから、陸、空戦のみで行くよ。カラクトか、満州502部隊か、マキンタラワの戦いあたりがいいと思ってるよ。ペリュー、硫黄島、シュムシ島、あたりはちょっとテンプレすぎるから保有中だよ。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。黎明後の死
母のもとに水気みなぎる頂上越えて輝き進む中国平成関熱育戦利安定以来発達礼と平身と奥語源を尽きて四季盛んなり中国息吹は新た目標に断固進めよ重なる参加上がれ民族永遠の栄え守り貴族間中国軍夜間の踊る凱孟に暗雲空をよし閉ざすとも我が真剣のひらめくところ生き天をつく中国軍孤爆もこの風吹くも正義名誉神草やつし八甲三たり我が鬼に栄光に満つ中